一回音量だけテストしましょうね。はいはい、はい。OK ですよ。よっこい。メガネが。OK、じゃあ始めていきたいと思います。はい、お願いします。曲は OK です。はい。曲なんだろう、私聞いてないぞえ 聞いてないぞえ 任せてください。OK。 はい、じゃあ収録開始していきます。じゃあオープニングからいきますね。はい。はい。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、ミキサーのキャンでーす。で、今週も先週と引き続きゲストの方が来ております。自己紹介をどうぞ。はい、皆さん、こんばん、サッチー。先週も聞いてくれてありがとうございます。今日も参加してます。雪だるまです。雪だるま。サンタクロースに引き続き。ごめんなさい、嘘です。沖縄大好きです。よろしくお願いします。よろよろししくくおお願い願しいしまます。す。この番組は FM 宜野湾から午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ということで2週目突入。まあどうなることやらということで、ちょっと早いんですが、番組の紹介をしたいと思います。はい。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sachi@gmail.com です。あれ、私アルファベット小文字言ったっけ今。こんがらがってきちゃったぞ。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、 YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてこすってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。今週も、沖縄大好きさんセレクトでよろしくお願いします。はい、わかりました。それでは曲紹介させていただきます。アニメ「ラブライブ」の、セカンドシングルから「ミューズ」で「スノーハレーション」です。なんかワンがいっぱい増えている。本当だ。ワンがいっぱい増えている。カープボーイさん。しかもちゃんと沖縄大好きさん、あ、間違った、沖縄大好きさんで直してくれてるカープボーイさん。やばい。もうカープボーイさんのせいで僕も喉やられて。人のせいです。人のせいです。開ける。紹介するかな、リークのは。ゲームせえよう言うてるのに。ゲームせえよう言うてるのに、リークはもう。今週乗り切ったな。乗り切ったら？乗り切ったら？疲れが取れそう。ああ。もうずっと動いてるね、3週間ぐらい。おお。すごい。土日返上で。ええー。大変。まあ、楽しいんですけどね。うん、DJ させてもらえるので、ね。とはいえ、昨日久々に YouTube 見ながら寝落ちしました。おお、外疲れてるんだ。あ、寝てた。
私曲聴きながら寝落ちはしょっちゅうですよ。自分も多いですね。やっぱりラジオ聴きながら、うん、YouTube 見ながらいつの間にか寝落ちしてることがあって、そうそうそう、曲はそうなんですけど、僕、うん、映像では今までなかったんですけど、うん、最近自動音声とかよく聴くようになってからめっちゃ眠くなるんです。宇宙の不思議みたいな。あなるほどねって想像しながらこうやって考えてる。自動音声、あ、自動再生をオフにして寝ないとずっと流れっぱなしになるんで。ああ、そっかそっか、そうだね。そうだね。でも最近ずっとハマってるのが、兄ちゃんの泥ママとか、変な人のトラブルとか聞くのがめちゃくちゃ暇つぶしになるんで。暇つぶしで、あの、自分だったらどんな対処しようかなって。ああ、こんなの現れたらこういうふうに対処しようみたいな。俺は今日はなんだ、なんだろう、一回空さん、なんだ、何を、何をまた、なんだ、なんだ、何をまた、何をまた言うのかな。あ、そっか、っていうことは私操作できないということはどうにもならんぞ。コメント来るのはいいけど、沖縄大好きさんのキャスなのちょっと見て。いいですよ、ありがとう。はい、じゃあもう少しで曲終わります。はい、ごめんね、ちょっと操作するよ。いいですよ。はい、じゃあ間もなくです。はい。お聞きいただいたのはミューズでスノーハレーションでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは雪。です。はい。はい。はいって。はいって。返事しました、しっかり。キャスの方が早速来てますので、紹介したいと思います。はい。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、沖縄大輔さん、あ、間違えた。沖縄大輔さん、皆さん、こんばんは、ワン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 。喉がやられているから、お稽古ができない、歌えない、まあ聞こえては、聞くだけはできるから先生の声を聞いておこう。雪の降るマッチ棒。なんでよ。なんで、なんで、どういうこと。カープボーイさん、30年ぐらい前に19のくらいの時に千葉に住んでいたんだけど、30年ぶりに大雪が降ってタバコ吸おうと思ってベランダに出たら、どうが重いか何かなと思って、なんだ、ドアを閉めたら冷たかった、雪が10センチぐらい積もっていた、ありゃ、なんかオフになった、まあいいか。同じくカープボーイさん、先週したけど一応もう一回言っておく、効果大事で当たってるのか。H の、夜の大吾さんが、大吾なんの H なよ、はいはい、大吾さんですね、 FM 小座の番組ですね、が北海道に行った時にコンビで、コンビニでかき氷のシロップを買って、あ、買いに買ってきて、かけて食べようとしたら止められた、笑い。そりゃお腹壊しますからね。お腹壊す、うん、絶対壊す。それと山川真由美ちゃんと北海道に行った時に、息が積もっているって俺のだいぶ下だから、大きな子、大きい子を
頭叩いたっていう。あ、これ打ったかな、多分。頭打ったって。頭打った？打ったって書いてます、これ多分。叩いたじゃなくて。打った、うん、打ったっていう、話、危ない危ないって。シャッチーさん、ファミリーマート教えて、わら。そこかい。そこが目的か。そこかい。カープボーイさん。リッカイクーさんが、さすが沖縄大好きさん、選曲は沖縄大好きさんらしいね。ありがとうございます。ところで、どっかいさっき、僕は今日は、で、なんかあれしてるけど、何が言ってん、あー、なるほど。なるほど。どういうことか。カープボーイさん、松田の純奈ちゃんが、美味しいもの食べてる。どういうこと？なんだろう。なんだろうね。陸海空さんが、その後かな、あと、僕は今日はオールナイトニッポン聞いて寝る。誰がラジオかよ。誰も言ってない。誰も言ってないよ。ということで、キャスはこのぐらいにしときまして、この陸海空さんから、なぜか私に LINE が来るという この雪のテーマで、雪は綺麗じゃないよ、空のゴミが落ちてくるって思ってね、白い雪だ、食べちゃダメ、ふわふわの雪が積もっている、雪が積もっている場所に、だいぶ飛び込んだらダメ、木の枝が体に刺さるよと来てますね。危ない。そうなんですよ。エアロゾルとかって言うんですけど、はいはいはい、雨の元になるホコリがいっぱい空気中待ってるんですよね。そのホコリを元に水分がどんどんくっついて結晶化して、それが固まって空で氷になるのが雲なんですよ。だからみんな汚いよって言うんですよね。なるほど。メールの方が来てますので紹介したいと思います。サッチーさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。トゥインクルちゃんです。おお。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ雪、このラジオで話したと思いますが、私小学生の頃金管バンド部でした。あ、行ってましたね。そうだ。九州大会で福岡に行きました。会場に向かっている時、雪でバスが動かなくなって2時間ぐらいバスの中で待機してました。出れないかもしれないと思ったら動いてギリギリ間に合いました。お2時間ぐらい待機したのはびっくりしましたと来てますね。2時間は長いですね。2時間長やば。あの時も多分どかぶりっていうの、うん、だったのかな。福岡も沖縄大好きさんは実際に雪は見たことありますか？一度だけありますね。どこで？ですね、本当にコロナのちょっと前なんですけど、はいはい、さっき出てきたこのスノーハレーションにちなんで、はい、このラブライブのこのライブイベントに行ってきたんですね、この9周年の。ほうほうほう。で、その初日にもう朝からこの雪が降ってたんですけど、朝から。でも、その日雪が降るって予報一切なかったんですね。うん、で、そしたら、そのラブライブのキャストさんと、そのラブライバーっていうこのファンの人たちが言ってたのが、このスノーハレーションという楽曲にちなんで、やっぱりこのミューズが戻ってきたっていう人のコメントが多くて、うんうん、そのミューズっていうグループ自体が、そのラブライブのこの最初の、やっぱりこの原点であるので、で、活動も終わってたんですけど、この9周年のために全員揃って戻ってきたっていうのもあって、そういったちょっとしたその奇跡が、起きたっていうのも、有名な話で、実際その雪を目の当たりにしました、自分は。いいですね。いいね。キャンさん何かあります？雪で。雪ですか？はい。僕は、僕自身で言うと、はい。10年ぐらい前に友人の結婚式で神奈川県に行ったんですよ。神奈川。はい。その時行った次、まあ結婚式の日が40年ぶりの大雪で。関東、東京とか神奈川ってあんまり降らない地域なんですね。確かに降らないね。40年ぶりに30センチの積雪を記録するぐらい。すごい。大雪が降りまして。僕たち、もちろん沖縄出身なんで、わー雪だーって思ってるんだけど、現地の人も、わー雪だーって言って。そんな。
道端で雪合戦しろ。もう反応が可愛いな。反応一緒だ、イエーイってやったんですけど、結婚式終わって積もり始めるので、はいはいはい、あの二次会会場行くのに電車使うんですけど、電車止まってたんですよ。あ、行っちゃったったー。うわー、これ行けないかもと思ったら、1両だけ、本当にもう、1両っていうか、まあ、まあ一つだけ行けたので、はいはいはい、友達同士に帰れないかもしれないけど、一応行ってみるか、つって、うんうん、二次会行って、わーって二次会楽しんで、帰るとき本当に2、30センチ積もってて、で、歩道と、あの、車道の段差とかわからないので、めちゃめちゃ慎重に歩きながら帰ってます。すごい。怖い怖い。思い出ですね。怖い怖い。私はね、雪が降ってるのを見たのは2回ありますね。1回は、あの、高校の時の修学旅行で、長野県に行ったんですよ。超ハードスケジュールだったんですけど、その時関西行って長野行ってディズニーシー行ってお台場行ってっていうルートだったんですけど、大変ですね。そう、それもあの新幹線で行けばいいのにバスでっていうね。でその時に確か、その日に泊まったホテルが長野で、夜になんかみんなざわざわしてたんで、ホテル、うん、はい、ホテルでなんだろうと思ったら、ベランダ見てみんなって言って見たら雪が降ってました。みんなあのやっぱり高校生なんで、初、もうほぼほぼ初のメンバーが結構いるわけですよ。でみんな、お、雪降ってるぜ、外行こう外行こうって薄着のまま外行く。薄着で薄着のまま外行って、キャッ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 って。薄着はすごい。大変ですよ、もうすぐ。もう一発で。僕、中学校の修学旅行で、はい。阿蘇山登るんですけど、はいはいはい。阿蘇山のてっぺんマイナス2度だったんですよ。雪が積もってて、やっぱ調子のいいやつがいるわけですよ。はいはいはい。同級生に。うん、こう、俺寒くないぜ、つって。俺寒くないぜ、つって。って、あの、タンクトップ一丁で。タンクトップ無理あの、全然寒くないとか言ったやつが翌日に39度の熱だった。ああ、調子乗るから。あいたったったった。お前そういえばあの時いなかったよな、つが。俺、熱寝てから帰っておけよ。最悪。かわいそう。その人にとっては最悪だな。じゃ悪いやつじゃなかったんですけど、めちゃくちゃお調子者なの。ああ、調子こいたんだ。はい、まあ、いい仲間でしたよ。修学、あ、もうこの結局、いつもからかってくるんですけど、僕のことを。はいはいはい。彼は、卒業式には、僕の挨拶だと、加藤さん、最高だったよ、最高だよ、つって泣きながら。めっちゃいい人だ。言ってくれたのは彼一人でした。めっちゃいい人。カープボーイさんが、長野県とかのイベントは露天風呂で雪が降っている、降っていて、日本酒を浮かべて、なんて言うか、熱燗ですね。熱燗を飲むっていう横には猿が一緒に入ってる。私そういうのよくテレビで見るけど、本当に猿って入ってるのかって思うけど、横に。入ってたら面白そうっすよね、なんか逆に。なんか逆に、なんか引っかかれそうで怖いけどね。で、私、この1回目、初めて雪降ったのが、雪降ってるのを見たのが長野県。で、2回目が、高校卒業して、20歳になって、成人式翌日ぐらいに友達と神奈川に飛んだんですよ。そう、神奈川に。神奈川に。あの、季節でね、季節労働で、神奈川県に行った時に、いつだったかな、2月頃だったと思うんだけど、横浜新横のところにいて、新横浜のところにいて、あっち意外と雪降らないんだろうなと思ったら、まあ、数センチぐらいは積もってたんですよ。でその時に夜中私が叩き起こされて叩き起こされますか？友達に叩き起こされて、雪降ってるえ、これ食えるのかとか言って。食べようとしてるし。食べようとしてますよシロップは何がいいじゃないですか。かき氷になってる。沖縄の人あるあるなのかな、やっぱり。見ると食べたくなるって。
あるあるなのかな。まあ、子供の頃はなんかでもちょっと氷いっぱいみたいなイメージで食べたくなる気持ちはわかるんですけど、うん、大人になってから一切ないですね。私もないかも。いや、さすがに、あの時は、あの時の友、高校の時の友達で、この友達だけ修学旅行行ってなかったんですよ。で、それで、あの、雪降ってるのを見るのが初めてで。ああ、なるほど。そうそうそう、それで、キャッ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 するっていう。いや、いいっすね、でもそうやって、喜ぶっていうのも本当に。まあ、楽しかったですよ。あんなキャッ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 するって思いながら、それは夜中だよ、みたいな。まあでも、沖縄で雪降った時はすごかったですね。ああ、ありましたね。ありましたね。まあ、雪なのかみぞれなのか論争が起こりましたけども。ありましたね、それ本当に。でもあれ、本当に普段と違う音聞こえてましたもん。なんかもう本当違ってましたよね、普段の天候よりやっぱり。だから、あの、北部の方は積もってたらしいですからね。へぇー。観測点がないので、雪っていう予報にならなかった。ああ。感じで聞きましたよ。そうなんだ。でもあれは寒い。あの日本当に寒すぎて。寒かったっすね。寒いんで湯船使ってたんですけど、はいはい、湯船がもうすぐぬるくなる。結構熱々で入ったはずなのに、はいはいはい、30分しないうちにぬるくなるんですよ。嘘でしょと思って。そんな早く？はい。意外。びっくりしましたよ。こんなに早くぬるくなるんだ。うん。私でも北海道行ってみたいなと思って、この雪時期に。ああ。雪の時期に。どのぐらい積もってるのかなとか、っていうのを見てみたいと思うけど。カープボーイさん、あの時確かリップサービスの番組でラジオか、ラジオかかなが雪降ったっていうリスナーさんの話聞いて、いろいろ行って結局、ラグナガーデンの一番上のレストランそうでした、ね、行ったって気がするってなあ。ニュースでも上がってましたね、この宜野湾地区ラグナガーデンとかこの東京のところが降ってたって言ってましたね、うんうんうん、言ってた言ってた、そんな話もあったね。そういえば沖縄市なんですけど、はい、僕お風呂場入ってたって言ったじゃないですか、はい、外にバナナの木があるんですよ、すぐ隣に。へえ。もうなんかペタ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 ずっと音聞こえてました。おお、ペタペタ。ペタペタ。したら音が聞こえなくなったりとか。か聞こえてない間は多分雪なんですよ。ああ。聞こえてない間は多分みぞれなんですよ。なるほど、なるほど。なんかいろいろ音があるって言うからね。確かに。雪ってふわふわしてるんで、あんまりこう音が鳴ることはないじゃないですか。ないないない。ないです。止んで、でもそれでも何か降ってるってことは多分、あれは雪だったのかな。あって感じをしましたね。なるほど。陸海空さんが会社が毎週月曜日に休み仕事休みに設定してくれたたはてなマークはてなマークまたゲストで呼んでくださいねって来てます。リークがね、あのゲストに来ると、うん、毎回なんかあのなんていうのベルがねちょっと必要なんですよ。必要になるんですよ、必ず。でも僕、陸海空さんとお友達になりたいんですよ。あ、面白いからな。いつもなんか、ほぼほぼ笑ってますからね、私。突っ込んでるか。楽しいですよね。楽しい、楽しい。もう、レギュラーって言っていいと思いますよ、僕は。レギュラー、確かに。何回も出てるからね。そろそろお時間でしょうか。はい、あと2分ぐらいですね。先に、あの、来週のテーマに行きましょうかね。お願いします。来週のテーマは今年やり残したことです。というのも来週なので12月24日がオンエアになるので、そろそろ年末感を出してみようかと。お今年やり残したこと。いいですね。はい、結婚。そこ？あれ？お相手いるんですか？やり残したこと。結婚してないな。まあまあ、いろいろありますよ。まあまあ、いろいろありますよ。私も結構あるので、まあ、来週、いろいろと話しましょうかね。はい、なんか、沖縄大好きさんは、やり残したことありますか？やり残したことはもう、彼女作ることっすかね。
大輔さん、僕と一緒ですね。仲間っすね、本当に。仲間っすね。私、仲間外れ。いや、素敵な旦那さんがいらっしゃるからだって。はい、ああ、まあまあまあ。ふん。私、一個だけ言うとすれば、大掃除、毎年してない。あ、ええー、そうなんですか。そう、毎年大掃除してないから、今年はやりたい。家の大掃除って大変ですもんね。確かに。大変、意外に。大変だから、まあ、私30日からが休みなので、ちょっとその時に大掃除できたらなと思うんですが、どうなることやら。もう、うちのおばあちゃんが集めたもん全部捨てたい。そろそろお時間でしょうか。はい、あと30秒ぐらいです。はい、じゃあ締めましょうかね。お相手はサッチーとミキさんのキャント。はい、この後も FM ギナー楽しんでください。沖縄大好きでした。ではまた来週。じゃあねー。バイバーイ。そう、半年の間は、はい、うちの旦那は月曜日休み決定なんで、当面の間。すみません、ちょっと早いんですけど、ツイキャス止めましょうね。いいですよ。ギリギリなので。じゃあねー。ありがとうございました。